大阪天満の中中さんでございます。この先が天神橋筋6丁目、後ろが、天満の駅ということですね。突き出しやってまいりました。メニュー、あ、日本酒が結構ですね、いろいろ、ありまして、ジコンというのをいただきました。これもめっちゃうまかったですね。で、なのでカラスミとか言っています。自家製のカラスミだそうでございます。これね、大根とこうやって食べると美味しいですね。で、このジコンが美味しかったですね。純米大、吟醸か。で、いろいろとドリンク、クソほど頼んでおります。で、ブリのお刺身をいただいたのかな、これは。そうですね、ブリでございます。で、エビか。エビシューマイみたいな、やつなんですけど、まあ、スープ仕立てになっておりまして、中プリッとしていてて美味しかったです。で、これがすごかったですね。本気の、カニ玉ということで、ほんまもんのカニに、卵が、入っているっていう、これをご飯の上にかけても本気の天津飯にしていただいたんですけれども、これはうまかったですね。これね、あの値段が書いてないですが1600円ぐらいだったと思います。で、鴨焼いたやつ、鴨も僕大好きなので非常に美味しい。これもご飯に巻きのでいただきました。やっぱりちょっとね、日本酒もあれなんですけど、ご飯と美味しいです。で、これがめっちゃうまかったんですけど、あの空心菜がね、もう炎の味がするんですよね。なんかね、あの強火で炒めてある、あの香ばしさみたいなのが入って、もう本当に美味しかったです。で、これは、わさび漬けか、ということです。天満の駅から、すぐのところでございます。とってもいい店でしたね。何食べてもまあ外れがない、まあ、しかもなんか、遊び心もあるし、あの美味しいメニューの研究されてる感じだなと思いまして、いい店でございました。なかなかさんでございました。チャンネル登録よろしければこちらでお願いいたします。それではまた明日です。ありがとうございます。